2008から09シーズン、20年近いキャリアで、初の受賞となったライアン・キグス・ピエフェ年間最優秀、選手賞は、イングランド国内でプレーしている選手を対象に、そのシーズン最も活躍した選手に与えられる賞で、ある。1973から74シーズンから、実施されており、プロフェッショナルフットボーラーズ・アソシエーションのメンバーによる、投票によって選出される。 2017年現在、複数回受賞した選手は、マーク・ヒューズ、アラン・シアラー、ティエリ・アンリ、クリスティアーノ・ロナウド、ガレス・ベールの5名である。受賞回数やピエフェ年間最優秀若手選手賞、等の賞を受賞した者は、対象外といったような制限はなく、同じ選手がダブルで受賞する年もある。4月に、ノミネート選手が発表され、 協会のメンバーは2名の選手に投票することになる。受賞者は、ピエフェノタの賞の,の受賞者と共に、後日ロンドンで表彰される。同じサッカー選手から選ばれる賞であるため、とても価値のある賞である。2005年の受賞者であるジョン・テリーは、口だけの評論家、なんだよジャーナリストではなく同じピッチに立つ選手から、評価されるのは最高の名誉。であるとこの賞を表している。 これまで47回行われており、41名の選手が受賞している。アンディ・グレイは、ピエフェ年間最優秀選手とピエフェ年間最優秀若手選手賞を同一シーズンに受賞した初の選手。マーク・ヒューズは2度受賞した初の選手。ティー・リアンリは2シーズン連続で受賞した初の選手。ありがとうございます。